文字でしか見てないので、あのやってること、やってるとこ見たことないし、やってる人知り合いいないし、やった経験者もいないし、全くのゼロ。ただスポーツクリケットっていうのを選んだだけなんで、さてどうしようっていう話でね。でまあ、クリケットは分かんないから、でそのさっき言ったあの神戸外語大学、あそこのその、先生の研究所を調べてたどり着いて、でそこ電話したんですよ。留守電にメッセージ残したんですよ。留守電に、そうそう、留守電にメッセージ残してファックスない時代なんで、ファックスは業務用しかなかったから、でやりたいんですみたいなこと言ったら電話かかってきて、すごい。でクリケットはとりあえず慶応大学が2年前からやってるよと。双子玉川の河川敷でやってたんです、練習を。週に1回だったかな、月に1回だったかな、週1だったかな。で今度慶応大学に連絡したの、慶応大学のそのやってる子に。で僕ら中央大学でクリケット新しく始めようと思ってるんだけど、その1回練習に行かせてくんねっつって、そしたらあのもう選手大学ができてて、で選手大学の子とも合同練習をしてて、そこ行ったんです。なるほど。でまああの俺たち当時一卵性ソーセージって言ってたけど、はい、ちょっと悪意入ってくるね。要するに仲良し恋しチームになってて、疎外感だったんですよ。なんとなくね、はい、壁あるなみたいな感じがあって、うん、でここと仲良く一緒に練習する気はないなと、バチバチってもうなったんですね。なったなった。とりあえず、まあ、道具見せてもらったりとかして、そこで知ったんですよ、そのはこんな硬いのかってボールね。だからあの彼らと一緒に練習する気はないので自分たちで練習する。で、双子玉川の河川敷で彼らは練習してて、うちらは中央大学、玉川の上流なので、はい、別の場所、当時はあの京王線の中川原って駅からの河川敷で練習したんですけど、はい、まあ、当たり前だけど道具がいるよね。道具は売ってないってことも分かったし、はい、まあ、ルールブックもないし、まあ、要は何もないってことが調べていくうちに分かって、はい、まあ、とにかく、まあ、道具を買おうと、揃えようということで、イギリス大使館に連絡をして、イギリスのスポーツなんだから、はい、イギリス大使館だろっていう、はい、連絡して、はい、自分たちクリケット始めたいんで、はい、道具が欲しいんですけどって言って、はい、お金払ったかな、ちょっと記憶定かじゃないんだけど、はい、道具送ってもらったんですよ、本国。へー、イギリスから。そう、優しかったけど、届いた道具がまあ中途半端でねで、ボールは2個、ボール2個で、バット2本、はい、バット2本はまあいるんですよ、ゲームでね、はい、最低、まあ、大きいのとちっちゃいので、あのサイズが違うバット2本と、まあ、パッツグラブの最低限度のプロテクターね、はい、グラブとパッツが2人前で、あとウィケットっていうクリケットで重要なこう3本の棒があるんですけど、はい、3本の棒を向かい合わせに立てるので合計6本いるんだけど、はい、もう3本しか来なかったんで、ね、こういうもんなのかって最初思ったんだよねだって本場イギリスから届いたのが3本だから、はい、うん、と思ったぐらいどういうことって思ったけど、はい、ボール2つしか来なかったんで、でボール1個は、まあ、我がクラブで最初に買ったボールだからっつって、はい、5勝大事に取っとこうと。ってことはあと1個しかないんです、ボール、はい、だから練習スタートして、はい、パコーンとか打って草むらにポーンボールが入ると、はい、もう練習中止。どんだけ時間かかろうか見つけ出すまで、もう何日かかろうが見つけ出すまで中止っていうそういう状態でしたあの取っとこうっつったボールが、はい、これだ。もう何年前ですか、これだ。トラヘンジャーっていうブランドのこれロゴね、 V100 っていう、まあ、あのシリーズです。今ね V1500g なんじゃないか。で5と2分の1オンスって書いてあるけど、これ 156g です、ね、手縫いって書いてある。実際クリケットのボール手縫いなんですよ。これがだから1989年、32年前、海を渡ってやってきたクリケットのボールです、まあ、ちなみにこれプロ野球ボールと同じ作り方で、革がこれ牛の革なんですけど、革のこう弾力性がないので、プロ野球のボールよりも硬いです。手の持った感触はね。そうですね、うん、これでクリケットってグローブないんです。素手でと。って知らなかったんだよね。まさかこんな硬い球を素手で取るとはね、どうやって取るかなと。コーチいないですからね、僕ら。ルールもあんまり分かってないので、はい、どうやって取るかの練習の仕方も分からないんで、とりあえず、そのなんか硬い、こういう硬い球を手を痛くせずに取るにはどうしたらいいかなって考えて、それこそ生卵とかのキャッチを割れずに取るぐらいにこう優しく取れば
痛くないんだろうなと、まあ、勝手に思って、はい、そういう練習をどうやったらできるかなってなって、ちょうどね道具が届いたのが7月頭ぐらいだったの。なんでもう夏ってか暑くなりだしてたんで、水風船買ってきて、水風船こんなちっちゃい風船買ってきて、こういう水風船何個も作って、それでキャッチボールしてうわって投げて、うわって取る時に、はい、下手くそな取り方するとバチャーンって割れてビシャビシャ、まあ、夏だからまあいいやってんでやってましたけど、全然取れなかったけどね。なんならもうみんなしてもう投げ役をしてたからね。最終そうそう、べっちゃべちゃになってたけど、まあそんなんで最初練習してましたよね。ルールよく分かってないじゃないですか、はいはい、もちろん練習方法も分かんないし、クリケットって国が他でどんな国でやってるかとかまだ全然ネットとかないから調べてない、調べられないのでよく分かってなかったんで、でその練習終わった後に居酒屋に行って練習終わって一杯飲んでると、でそこにインド人の人が働いてると、そうすると僕らがクリケットの道具持ってるから、はい、え何これどうして持ってんのって向こうがこう言ってくるわけ、はい、あんた方は何みたいな、はい、こっちインド人がやってるって知らないからね、はい、なんだってなるじゃないですか、はい、そしたらえ知ってんのクリケットって言って、はい、そしたらインド人が当たり前じゃ知ってるよってなんだお前みたいな、でなんで知ってんだみたいな、はい、いやもううちの国では大変な人気なんだって話してね、でそれこそ向こうの方がクエスチョンだらけでなんで持ってんだってなって、いや僕ら始めたんだけどやり方わかんないと、実はルールよくわかってないんだと言って、はい、え知ってるって話から、はい、知ってるよって当たり前だよって言われて、本人に相撲を聞くようなものですね。そんでじゃあ教えに来てって言って、はい、教えに来てもらうようになったんです。当時週2か週3週3ぐらいかな、あの1週間で練習したの、まあ授業サボって毎週土曜日かな、もう練習したんですよ。パキスタン人やインド人が週替わりで来るようになって、まあ、そうやってルールをこう教えてもらってるうちに、まあ、パキスタン人の人たちとかと出会って、パキスタン人の人が俺たちあのいわゆる草クリケットチーム、自分たちのチームがあるんだよと、あの江戸川の河川敷で僕ら練習したり試合したりしてるよと言うんで、じゃあ今度一回僕らの練習に来ないかと言われて、うん、あ行く行くっつって誘われて、今度江戸川の、まあ、今でも江戸川の河川敷って割とパキスタン人とか、まあ、インド人とか要は南アジア系の人があの多くこういて住んでて、であの今でもクリケット割と使われてる場所なんだけど、その江戸川の河川敷に行って、そしたらそこにもうピッチがあってですね、コンクリートピッチが、まあ、そこに作ってもらったって、あのパキスタン人とかの働きかけで、へー、で、まあ、あのグランドじゃないんだけど、こう河川敷なんでこうなってるんで、川があってこう河川敷があってこうなってるんで、まあ、ここの部分にピッチだけ作ってもらってるんで、こう平らな大きな場所はないんだけど、とりあえず練習とか、まあ、ちょっとした試合できるんだよね。学生時代はそこで大学選手権ずっとやってたんですけど、でそのピッチに行って、まあ、練習すると、そうするとその僕らボール1個しかないわけですよ。ところがパキスタン人の人たちが練習してる場所行くと、こんな袋に20も30もボールが入ってるわけで、みんな帰るときには練習終わってありがとうございましたっつって帰るときにはポケットパンパンになってまして、一応中でも汚いボール選んでね、一応中でも古そうなや、もういらないだろうなってボールから順番にポケット入れて、そうだからパキスタン人と練習するたんびに毎回ボールが増えてって、いやいやパキスタン人はどんどん減ってます、ね、僕たちはそれで潤沢なボールがこう揃っていくっていう、ただあのボールがで試合って必ず新品のボールを下ろすので、1回試合で使っちゃうともうこれ練習用にしかならないのね。でなんかまあ言われたのは目安で80、まあクリケットのルールに関係するからあれだけど、クリケットって1オーバーっていう単位があって、それ6球なんですよ。で80オーバーぐらい使うともうボールはもうあの使えないよっていうようなことを、まあ、当時言われて、まあ、本当か嘘か分かんないけど言われて、でどんどん使ってるとこの真ん中の縫い目がこう裂けてきてですね、もうなんかボールが変形してくるのね。でもうこんな形になって、これはペコッと割れてきてっていう状態なんですよ。そんな状態のボールがいっぱい持ってましたよ。もう結局新しいボール買えないし、まあ海外だから日本で売ってないから、でさっきも言って中でもあの汚そうなボール選ぶから、はいで持ってくるから、でそこからうちらとしてはあのクラブで新しくそのボールがうちのクラブとしての人生が始まるわけですよ。だからそこからこき使われるから、はい、ボールはますます変形していって、かなりひどい状態のボールだったけど、それでもね、ないよりはだってもう1個でブッシュに入ったら練習中止だったのが、
ね、まあね、一応できるようになったからね、だいぶ助かりましたよ、あの時は。そうやって道具増やしました。なるほど、ボールはね、そうやって道具増やし、ボールは増やしました、そうやってそうそう、今思い出しましたけど、あの河川敷で練習してると、河川敷を歩いてる人がいて、いうこの白人の、まあ、オーストラリア人とかイギリス人とか の留学生とか、あの英会話学校の先生とかも、もう散歩で河川敷歩いてて僕ら見つけると、もう降りてくるわけですよ。なんで君たちはクリケットやってるんだって言ってくるわけ。僕ら知らないから、やってんの、あなたの国って、オーストラリアでやってんのみたいな、当たり前だみたいになるわけ、うん、そしたら、じゃあ教えてくんないっつって言って、そう言って外国人コーチが来るようになって、ボールの握り方1個知らないわけだから、バットの握り方だ、ボールの握り方だとかもそうやって教えてもらって、でその時にルールをちょっとずつこうメモってって、2年ぐらいかけてルールブック作りましたよね。それ今度また現物持ってきます、ま、持ってきますまたそれ次回以降でって話したけど、さっき言ったそのウィケットって本当は3本の向かい合わせに6本いるんですよ。で3本しかなかったんですよ。そうそれでこれは大変だと、やっぱり3本いるぞと言うんで、よし作ろうということになって、ウィケットを、うん、よし作ろうってことになって、あの東急ハンズ行ったんですよ。でこう1本あたり長さはもちろん決まってるんですけど、長い1本の棒を買ってカットして3等分にカットした方が、カットされてる3本買うより安かったんですよ。なのでカットしたんですね、1本を3等分に。でウィケットって、まあ、今度本物また見せるけど、あの鉛筆の先みたいにヒューって尖ってるんですよ、地面に刺すんで。でそういう風に削ろうと思って、東急ハンズので木買って工房行って、尖らしたいんでカットしてもらえませんかって言ったら、できないって言われて、そう鋭角には削れないと、切れないと、どういう風にだったらできますかって、ワンカットだったらできるよって言われて、仕方ないそれで。ウィケットってベールっていう、横木って漢字で横木って書くんですけど、そういうちっちゃいベールを3本のウィケットのここに乗っけるのね。でそのベールを乗っける溝があるんですよ。でその溝も線描いて自分でのみで削って、でこうベールがこう入るように穴をこう凹凸の凸みたいな形してんだけど、でやったわけ。でベールも自分たちで僕の輪っかの木を買って、細い棒を買って木工用ボンドでつなげて、こんなベールを作ってって作ったの。で、まあ、3本のウィケットとベール作って出来上がりましたと、練習に持ってったんです。実物見せますね。あるんですね、これ。その時の、うん、これね、なんでここに黒いマジックペンが引いてあるかっていうと、ここからここに向かって削れていくんですよ、細く鉛筆先みたいに、はいはい、ところがこれしか東急ハンズで削ってもらえなかったわけだから、本当はここまで地面に埋まるのよ、はい、ここから先尖るから。でね、本当はグスって刺すんですけど、ここまで地面に刺すんだけど、これしか尖ってないから刺さらないんですよ、これしか。ちょっと妙に背の高いウィケットになっちゃうの。すげえ安定悪いんだよね。ウィケットって多分相当本物の木って硬い木なんですよ。相当硬い木でできてるんですよ。で僕らこのこうやってのみで削ってベールを乗っけるのを作ったわけ、はい、そしたら練習で使い出して、はい、こう刺して妙に背の高いウィケットができて、はい、で投げました、はい、で空振りしました、はい、でウィケット当たりましたっつったら、はい、木がやっぱり安物買ったから、はい、簡単にここからパキッて割れちゃったんですよ。そう、それで割れちゃったもんだから、その場にいた女の子の髪の毛を留めてたゴム止めのゴム借りて、はい、縛って、はい、また使ったっていう。なるほど。でこれ1989年からちゃんと取ってある。すごいですね、その時の女の子の髪留めですか。 その時の誰だか覚えてないけど、本当本当すごい、誰だか覚えてないけど、誰だかのゴム止めのバンドでこれ止めた。これでそれからあと半年ぐらい使いましたよ、本番のウィケットを、ね、うん、そう、手に入るまでハンドメイドウィケット。その次にモチベーションなってくるのってやっぱ試合じゃない、はい、試合してみたいなと、はい、あの一番最初にできたのは慶応だし、試合するんだったら一番最初にできた慶応大学、はい、そこに挑戦しよう。そうですね、うん、挑戦状出して関東学生初試合、日本初、中大対慶応で、もちろんウィケットインダシネマ、今回はスラムドッグミリオニア。これはですね、アメリカとイギリスの両方のアカデミー賞を取ったインドが舞台の映画ですけど、2008年公開で、日本では2009年公開された映画になります。昔あの日本でもクイズミリオニアって言って、ミノモンタさんが司会してたやつなんですけど、あれのインド版に
出場したジャマールっていうスラム街出身の男の子の話なんですけど、冒頭の方でクリケットのシーンがあって、それでスラムドッグミリオネアっていうタイトル、映画のタイトルが出るところが、スラムの男の子がクリケットしてて、それでボール投げる時の T シャツのここにスラムドッグミリオネアって書いてあるのがタイトルシーン。もうそこからしてクリケット。それとね、この中で重要なのはインドのクリケットのスターのサチン・テンダルカっていう選手がいるんだけど、でその選手の映像があって、でそれはベースにクイズの問題があって、で史上一番最もセンチュリーを打った人は誰っていう、センチュリーって一人が1試合100点取ることを言うんですけど、それを史上最も取った人は誰って有名な選手が4人名前出て、でその中の1人を答えるっていうのが、まあ、ファイナルアンサーってなるんだけど、でそのクイズを答えるっていうのが結構山場になってます。ちなみにそのサチン・テンダルカですけど、そのセンチュリーを100回やったっていう時に記念で、なんとじゃじゃん、これ100回センチュリー、100って書いてあるんですけど、100回センチュリーやったっていうので、これコカ・コーラが出した、これ多分日本に1本しかないと思う、おそらくその当時インドからわざわざ後輩が持ってきてくれたんだけど、じゃん。この主人公ジャマールの役やってる子デーブ・パテルっていう、実はイギリス生まれなんだけどね、インド人なんだけどイギリス生まれなんだけどね、インド生まれじゃないんですけど、結構インド人役としてはよく映画にこれをきっかけに出るようになりました。ということで、ぜひスラムドッグミリオネア、これもクリケットのシーンがあるんで、ちょっと楽しんで見てみてください。